日林寺は、茨城県久治郡第五町の闇溝山の中原、八合目付近に、ある、天台宗の寺院。三号は、闇溝山。本尊は十一面観音であり、坂東三十三観音霊場、第二十一番札所である。この寺の創建については不詳であるが、寺伝では、白宝年間に、縁の汚が開いた寺と伝えられる。その後に廃寺となったが、 大道二年空海が本尊に空海の自作という十一面観音を祭り中起こしたと伝えられ、永遠三年には観音霊場の一つとなった。平安時代から鎌倉時代にかけて主験者など行者を中心に霊場化し、特に鎌倉時代からは坂道二十一番札所として不動の信仰を得ることとなる。室町時代以降流行し、文明年間には 本堂内に、宗家焼き作りの大佳羅、地蔵堂など、道のすべてが揃う壮大な佳羅がいらかを連ねる、大事であったとされる。江戸時代には、江戸幕府から衆院長七国を与えられ、徳川三国も寺内寺に意を注いで援助したと、言われている。三国の時代の寛永20年に、火災で佳羅は消失し、万事三年に再建されるも、明治時代に入ってからは衰退し、 1880年には山火事に遭い、本尊を残して再び消失。現在は観音道保か数棟を残すのみとなっている。ABCD 前輪、人文社 1997P86ABCDEF、日輪寺。茨城県第五町観光協会公式ホームページ。第五町観光協会。2018年7月7日閲覧。 ありがとうございます。